545ゴータ545は第二次世界大戦前にドイツで生産された服用の基本練習機である。1934年に初飛行後大量を生産され、初期のドイツ空軍の主力練習機として活躍した。1933年に航空機部門が再考されたゴータ社が再軍備を開始したドイツ空軍のために設計した基本練習機が 545である。試作第一号機は1934年2月に初飛行した。機体は交換骨組みのハフバリで複用式の固定脚という当時としてはオーソドックスな構造だったが、後部座席に訓練生が座り共感席は全部になっている点が変わっていた。テストの結果、操縦性が良かったことから採用が決定し、大量生産が開始された。 生産は、ゴータ社のほかアゴー社、フォッケウルフ社等でも行われ、合計9965機生産された。ドイツ以外では、スペインとトルコでもライセンス生産が行われた。545は、第二次世界大戦初期まで、基本練習機の主力として、各訓練部隊で活躍したが、1942年末から、対ソ連軍相手の夜間攻撃に、 旧式の服用機を多数投入するようになると、本機も AR66 機と共に、この任務に就くようになった。低速ながら安定性に優れた本機は一定の成果を上げたため、東部戦線で終戦まで、多数の機体が夜間攻撃に利用された。ありがとうございます。